チャンナル、兄様チャンナル、ブーン。こんにちは、兄様です。今日はね、また 10mm サブマシンガンのレジェンダリークラフトをやりますよ。もうね、さすがに終わらす。この回がマジで最終回。クワッド爆発ね、本当に出したい。終わらせたいですね。爆発ついてて強いやつって処刑人もそうやし、血濡れとかもね、そうですけど、一応ね、持ってるんですよね。でもやっぱり欲しいんです。これやんないと次に行けない。そういう体になってしまったわけ。こればっかりはね、仕方のないこと。医者に行って聞いてみた。どうですかって。これやっぱり出した方がいいですかって。そしたら、君出さないとたまる一方だよ。出した方がいいって言われた。今日は26本かな。本気と書いて26本やってく。次のレジェンダリークラフトの武器なんやろうかなーって考えてる時が一番楽しい。なので今回で 10mm サブマシンガンは最終回ですね。みんなありがとう。はい、じゃあやっていきましょうか。26本ですね。まあ一発目で出ればもうそこで終了ですけど、やっていきましょうか。じゃあ行きましょう。1本目ですね。いきまーす。死ぬれ。やべえ、俺そういえばさ、レジェンダリーコア足りんくない？ちょっとレジェンダリーコアが足りない。20本分しかないな。ミスったな。まあいいや、20本で出せばいいだけの話やね。まあ今回は血濡れの、サブマシンガンで AP 補充とクリティカルメーターですね。まあこれは仕方ない。次行こう。2本目ですね。いきまーす。ジャガーノート、バッツクリティカルダメージとパーセプション。まあこれも目当てのものじゃないですね。3本目いきまーす。処刑人、射速、照準中、移動速度。まあまあ良かったよね、処刑人だったら。処刑人の発射速度か、全然いいと思うよ。あと照準中、移動速度。これはね、バッツで使わないんで、照準中、移動速度でも全然いいと思う。はい、4本目ですね。いきまーす。猛烈バッシュダメージ、クリティカルメーター。これはいらないですね。5本目、いきまーす。ヴァンパイア照準中ダメージ、重量減。重量減はこれいらないですね。むちゃくちゃ軽い銃なんで、これは重量減はつかなくても大丈夫と思う。はい、6本目、いきます。グルマンズバッツ命中、アジリティ。グルマンズは使わないですもんね。まあバッツ命中はいいとしても、この武器はバッツではほとんど使ってる人っていうのは見かけないですね。 AP の消費が結構大きいんで、バッツでは使えない。はい、7本目いきます。夜行性 AP 減と照準中ダメージ 25%。 夜行性じゃなければ全然使えたね。あ、だけどちょっと AP弦はいらないか。これはいらないかな。8本目ですね。いきます。衛星兵のラストショットとアジリティ。あ、これ爆発もつかないね。爆発もつかないぞ。9本目いきます。血濡れバッツ命中、照準中ダメージ耐性。血濡れって出てほしいっていう人は多分多いと思うけど、この武器に関しては別にどうでもいいと思ってしまうんですよね。10本目ですね。いきます。あ、また血濡れ。ラストショットと照準中の移動速度、これはいらないですね。11本目、いきます。貴族バッツクリティカルダメージ、アジリティ。バッツクリティカルダメージとかはね、結構ついてほしいとは思うんですけど、本当にバッツで使わない銃で結構ついてくれるんで、ちょっとそこがなかなか噛み合わないね。12本目ですね。いきます。暗殺者ラストショット、照準中、移動速度。まあこれもいらないですね。暗殺者は本当に使うことがない。 PVP もしないしね。13本目ですね。いきます。ジャガーノート、バッシュダメージ重量減。やばいな、クワットすら出てないよ。クワットも出てない。半分今作ったかな、26本だったら。ちょっとワールド変えた。14本目ですね。いきます。
害虫駆除 V ダメ照準中ダメージ耐性、これもいらないかな。害虫駆除とかは使ってる人いるんかな。15本目いきます。ミュータントスレイヤーバッシュダメージ耐久減、まあ今さっき出てたのと違うのが出てきたのはいいんやけど、クワッドとかは出てこないね。16本目ですね、いきます。クワッド、うわーバッツクリティカルダメージか、くっそー。照準中ダメージ耐性、これ爆発だったらマジで完成だったのにな。照準中ダメージ耐性もつくっていうのは結構良かったと思うけど、どうなんやろうね。バッツクリティカルダメージ AP の消費を抑えて使ってみてもいいんかな。ただな、照準中ダメージ 25% アップの時もそうやったけど、まあなかなかダメージは出しづらい銃なんで爆発がついた方がいいんですけどね。17本目いきます。夜行性 AP 補充と重量減、これ全部いらないね。これは全部必要のないレジェンダリー効果がついたね。18本目いきます。忍び寄るもの V ダメージバッツクリティカルメーター、これもいらないかな。これはさすがに使ってる人はいるんかな。ただあーそうね、 AP 消費が 50% 増えですもんね。どれぐらい減るんやろうね。興味はあるね、どのくらい AP を消費していくのかっていうの。19本目ですね、いきます。暗殺者 AP 補充パーセプション、これもいらないよね。さっきいらないって言ったやつがまたついたね。 AP 補充これもいらない。最後やね、ちょっとメインに武器渡してまたちょっと6本やるんですけど、このサブキャラでやるのは次の20本で終わり。じゃあ20本目いきます。ミュータントスレイヤーバッシュダメージ耐久減、やばいな、あと6本か。ちょっとメインに渡してきます。はい、渡してきました。じゃあ6本やりましょうか。6本かな、じゃあ行きます。21本目ですね、行きます。処刑人バッツクリティカルダメージ AP 減、ほう、これは良かったやない。ただ AP 減ついててもなかなかの消費量なんで、 AP 増やしたりとかして使ってみてもいいかもしれないですね。これは AP 増やして AP の消費を抑えてそれから使ってみてもいいかも。ちょっと一回使ってみるか。これは22本目ですね、いきます。グルマンズ射速照準中ダメージ耐性、いやどうしようマジで出ない。23本目ですね、いきます。あー出ない。ラストショットと重量減、血濡れのラストショット重量減ね、いらないね。24本目いきます。衛星兵爆発クリティカルメーター、この爆発よ、クワッドについてほしいのは。25本目いきます。処刑人 AP 補充パーセプション、全くいらないですね。うわーもうマジ次ラストやん。はい最後いきます。ハンターラストショット重量減、終わりやね。あーもうマジで出ない、26本やったのにマジで出ない。どうやったら出るんやろうね。まあいいや、処刑人クリダメ AP 減ぐらいかな、今回出てよかったのは。あーまだ続くな、今回最終回の予定やったんやけどね。まあいいや、お疲れ様でした。それではまた、兄様でした。